こんにちは、美容真相つるつねチャンネルのつるです。今日は初めて私髪の毛結んでます。どうですか？今日暑いんですよ。暑いので最近はこうやってクリップで簡単に留めてます。はい、ということで今日のお題、白髪は抜いていいのかについてお話ししていきます。チャンネル登録して最後までご覧ください。それでは動画をどうぞ。小川さん登場です。こんにちは。今日のテーマは何でしたでしょうか？白髪は抜いて OK なのか、はい、どうですかね。どうですか、小川さん生えてますか？はい、白髪だらけですね。ちなみに抜いてますか？抜けません。抜いてないですけど、まあ、これね、確かに生えてきたばっかりの人ってね、絶対気になると思うんですよ。なんで何とかしたいなって思いは絶対あると思うんですけど、じゃあ抜いていいのかどうか、結論どうだと思いますか？じゃあ次ちゃん聞かれたけど、聞き返すかと思いますか？抜いちゃいけないと思います。抜いちゃいけないんですよ。なんで抜いちゃいけないんでしょうか？抜いたらデメリットがあるっていうことですね。だからダメなんですけど、なんででしょうか？頭皮に抜いた時に炎症が起きるから。はい、そうなんですよ。まあ、炎症が起きるもちろんなんですけど、あと痛いじゃないですか。痛い、痛いですね。で、炎症も起きるし痛い。それ以外に何がありますか？ジジレゲができてしまう。そうなんですね、うん、また髪の毛が生えてくるんですけど、ジリジリした髪の毛になっていってしまう。質感が変わってしまうということなんです。他には何かダメな理由ありますか？もしかしたらですけど、髪の毛が生えてこなくなる可能性がある、うん、なんでですか？毛周期っていうのがあるんですけど、なるほど、だいたい女性だと4年から6年で毛周期がきます。あと一つの髪の毛が寿命を終えるのが4年から6年っていうことなんですね。人間の寿命はだいたいどのくらいですか？80から90。そうですね、平均年齢80歳ぐらいだっていうふうにしましょうか。だいたい80歳ぐらいで寿命を終えるという形になるんですけど、髪の毛はもう一度お願いします。4年から6年です。そうですね。で、4年から6年でその1本の髪の毛が寿命を終えるんですけど、もう1回でも再生するんですね。でも再生回数っていうのは一生のうちに決まってるんですね。だいたい何回ぐらいだと思います？20回。そうですね、まあ諸説あるんですけど、だいたい20回ぐらいですね。要するに4年から6年で抜けて、もう1回生えてきて、もう1回生えてきて、これを20回繰り返すわけですね。そうするとその細胞は寿命を終えるっていうことなので、髪の毛が実は生えてこなくなってしまうんですよ。ということは、はい、抜くとどうなりますか？さっきつるちゃんが言ったみたいに生えてこなくなっちゃう可能性があるということなんですね。だったら抜いちゃダメだとしたら切ったらよくないですか？まあ、そっちの方がまだ抜くよりはいいです、うんうん、いいですよね。そうですね、うん、抜くと、うん、そのさっき言った炎症が起きるし、薬になる可能性もあるので、うんうん、まだ切った方がいいんですけど、うん、切ると次何が起こるかっていうと、何が起きるんですか？白髪って普通の黒髪に比べてキューティクルがこの枚数が多いがゆえに、すごいピーンって立つんですよ。強くないですか、白髪って？そうですね。ですよね。だいたい抜いたり切ったり気になるところって脇目とか顔周りですよね、うん、ここ万が一抜いたり切ったりして立って生えてきてもあんまりわからないけど、脇目のところや顔周りは切っちゃうと、抜いちゃうと次立って生えてくるってことは余計また目立ってしまう。抜けば抜くほど、切れば切るほど、ズン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 、この辺いっぱい出てきちゃいますよね。結論、白髪ってじゃあどうしたらいいんですか？出てきたら、うん、抜くよりはまだ切った方がいい、はい、だがしかし切るよりもいい方法があって、はい、何ですか？染めるっていう方法が一番いいと思います。まあ、それが一番ですね。まあ、気になったらぜひ染めていただきたい。で、じゃあ白髪を生えなくするにはどうしたらいいかっていうのは以前動画でも上げてるんですけどね、まあ、そちらの動画ね、生えなくさせるため、白髪を完全復活させるため大人気の動画ありますので、ね、それをまた見ておいていただけるといいかなというふうに思います。いかがでしたでしょうか？皆さんはどうされてますか？白髪は今後切ってる方は染めたり、抜いてる方はまず抜くのをやめてみてください。チャンネル登録して次回も期待して待っててください。ではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。